アジサイが似合う季節となりました。気象庁は今日、東海地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年よりも2日遅い梅雨入りです。梅雨前線の北上に伴い、南から暖かく湿った空気が流れ込み、今日の県内は西部を中心に朝から雨が降り出しました。浜松市では昼前には本降りとなり、なるべく屋根のあるところを歩こうという人の姿も見られました。一方、静岡市では日中曇り空でした。ただこの先しばらくは日本付近に梅雨前線が停滞し、雨の日が続くことから、気象庁は午前11時、東海地方の梅雨入りを発表しました。平年より2日遅く、去年より3日遅い梅雨入りです。アジサイは雨の季節を待っていたようですが、明日は雨足が強まり、朝晩は雷を伴って激しく降るところもある見込みで、注意が必要です。東海地方の平年の梅雨明けは7月21日頃です。梅雨入りした今日、磐田市の福出こども園はプール開きをしました。子どもたちは新型コロナ対策として、先生が作った3密を避けるプールの入り方の動画をみんなで見て、間隔を空けて順番にシャワーを浴び、静かにプールで遊ぶことなどを学びました。プールのシャワーで子どもたちは声を出しそうになりましたが、約束を守って静かに水を浴びました。プールサイドでは隣の人と間隔を空けて座り入る準備をしましたが、雨が強くなり気温も下がってきたので、水の中に入るのは中止となりました。プールは入らなかったけど楽しかった。ちょっと残念だったけどさ、やり方を覚えたから楽しいです。福出こども園では新型コロナ対策をしながらもプール遊びを楽しめる方法を考えていきたいとしています。